何？来てくれてありがとう、フェアリーテイル。ジェラール、変わってないな、エルザ。もう俺が脱獄した話は聞いているか？ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない。ほとんどウルティア一人でやったんじゃない？メルディ、ジュビア、久しぶりね。こいつらグリモアの。まあ待て、今敵じゃねえ、そうだろ？ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい、そう思ったの。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた過去の話だ。ジェラール、お前記憶が？はっきりしている、何もかもな。6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。エルザ、本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だからあまり責めないであげて。俺は牢で一生を終えるか死刑、それを受け入れていたんだ。ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか？生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエール。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。ってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。
報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするの。え？パワーアップと言えば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、待機中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で、魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。うおお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになるわよ。はあ、目が怖い。構わねえ、ありがとう、ありがとう。ギアグレイ、天狼島以来ね。といってもあなたからすれば、そう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてたわ。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時の悪を学んだ。ゼレフが復活し、大魔法世界が訪れれば時の悪は完成し、失われた幸せを取り戻せると聞いたわ。全てをやり直すため、呪われた人生を幸せな人生に変えるために、私はこの手を血で染めすぎた。全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪を背負って生きることが、責めたもの償いとなれば。決まってるならいいんじゃねえか。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。いたった。まだひどい激痛だ。でもなんか強くなった気がするぞ。それじゃ時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手になる。遠慮なくかかってきてくれ。セカンドオリジンにより得た力、見せてもらおう。7つの星に裁かれるグランシャリオ。
ぞ。もっと本気を出してみる。セカンドオリジンにより得た力見せてもらおう。七つの星に裁かれグランシャリオ。使うわ。ありがとな。
これを使う。そんなものか。ミーティア、もっと本気を出してみる。これを使うわ。燃え足りないな。天体マーク。フレアです。開け！ボイルカの扉、ニコラ。よし、上出来だ。セカンドオリジン、使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分、取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになった。また来るといい。大魔党演武前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来るといいわ。記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ、それはつまりシモンのことも、うん、俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分という感じで覚えてる。不思議な気分だ。私は昔のお前だと思って接していいのか。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろう。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことはとても償える罪じゃない。俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺はやはり死ぬべき人間なのかもしれない。何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ。俺は強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろ。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だった、あの頃のジェラールじゃない。そうかもな。貴様、お前の言葉はいつも正しい。そんなことはない。不器用なりに精一杯生きている、それだけだ。エルサ、もう会
えないかと思っていた。ジェラール。できない。婚約者がいるんだ。いや、私はその、そういうあれではなくて。いや、俺の方こそ、その、すまない。そうか、それはめでたいな。知らなかったよ。そうだよな。うん、7年も経っているんだ。大事な人なのか。ああ。だったら、その人のためにも生きなければな。そうだな。ジェラール、どうして婚約者がいるなんて嘘ついたの？聞いてたのか。少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの？それとも自分への罰のつもり？罰こそがクリムソルシエールの掟だろ。みんなで決めたじゃないか。光の道を進む者を愛してはいけない。俺はエルザが幸せならばそれでいい。にしてももっとまともな嘘なかったの？最低ね。何カッコつけてんのかしら。婚約者か。嘘が下手なのは相変わらずだな。これでよかった。これが私たちの答え。見て見て、エルザ。次は素晴らしい。よし。ハラ、よろしくね。行くかな。よし、ここだ。
立てくっから。よっしゃ、行っちゃ行くか。ルーシーキリーク、よし、カリューのデッカーン。ゲッセン、たあいもない。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。ガリーのオーカー、ゲッセン。行くわよ。開け！爆発球の扉、カプリコ！ガリーの！メイクシールド、フォトンスライド、開け！爆発球の扉、カプリコ！なかなかやるでしょ。どこ行くかな。よし、ここだ。出てくっかな。よっしゃ、行っちゃ行くか。開け！爆発球の扉、カプリコ！俺たちの勝ちだ。よっしゃ、行っちゃ行くか。開け！爆発球の扉、カプリコ！アイスメイク、アイス
ス。よし、カリーのモーター、フォトンスライド。さて、アイスメイク、アイスゲイバー、最大防御魔法に三中心、やれやれ、お出ましか。よし、開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター、アイスメイクカンバー、アイスメイクコーンドエクスタイバー、メイクハンマー、カリューのキャッカー、楽勝楽勝、斬られたいものからかかってこい。斬られたいものからかかってこい。開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター、関東行くぞ、ペンタグラムソード、よし、さて、アイスメイク、コーンドエクスタイバー、よし、開け天下地球の扉、サンドバスター、
楽勝だぜ。開け！天下地球の扉、スコーピオン！サンドバスター切られたいものからかかってこい。痛いわよ。フォトンスライド。そんな。アイスメイク、アイスブリンガー！ギャッ！カリューのオーカー！よっしゃ、勝った！行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ、さあ行くわよ。任せて。行くぞ。決戦。行くぞ。メイクカウンター。よっしゃ、勝った。
知られたいものからかかってこい。ルーシー・キリーク、アイスメイクコーンドエクスタイバー、よしガリーのモーター、ゲッセン、コーンドエクスタイバー、よし俺たちの勝ちだ。知られたいものからかかってこい。マジか。知られたいものからかかってこい。任せて、行こう。アイスメイク、行くぞ。コンボエクスタイバー、カット、行くぞ。行くぞ。カリーのモーター、もう終わりか、暴れたんねえぞ。
られたいものからかかってこい。痛いわよ。アイスメイク、アイスゲイザー。決戦。カリューの鉄拳。ルーシーキリーって。決戦。我々の勝利だ。マジか。痛いわよ。アイスメイク、アイスブリンガー。やっ、カリューの鉄拳。ルーシーキリーって。そんな、カリューの鉄拳。ルーシーキリーって。決戦。勝だぜ。おりゃ。やれやれ、お出ましか。ルーシーキリーって。アイスメイク、コーンドエクスカイバー。カリューの攻撃。
し。痛いわよ。アイスメイクカンバー。切られたいものからかかってこい。ルーシーシリーズ。カント、天輪の鎧、アクレットオーダー。カント、天輪の鎧、アクレットオーダー。そんな、メイクカンバー。カリーの絶景。ごはん。よし。やっ。やっ。そんな。と。が。そんな。やっ。切られたいものからかかってこい。やっ。やっ。わりゃ。そんな。防御魔法に三中心。痛いわよ。
く工場エクスカイバー、カリーのデッカーン、行くぞ、ゲッセン、行くぞ、アイスメイク、行くぞ、カット、行くぞ、これで終わりだ。広告の送信、行くかな。よし、ここだ。さて次はどこ行くかな。帰ってきたぞ。よし。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。来たね。修行の成果見せてもらうよ。準備はいいかしら。こちらは本気で行かせてもらう。俺たちに勝てなければ大魔党演武でも勝ち抜けまい。クリムソルシエール、ただの寄せ集めと思わないか。相手になって襲来シーン。全力で行かせてもらうぞ。アイスメイク、フロア、ガリューの結果、行くぞ。できたぞ。カリューのデッカーン、アイスメイクハンマー、フラッシュフォワード、ドッ、アイスメイク、アイスゲイザー、ミーティア、ドッ、そんな、扉、アクエリアス、おれ、あれ、
ガリューの見事だわ、メルディ。マギルティセンス、いける？ええ、いつでも。見せてあげる。これが私たちの技。クリムソルシエール、ただの寄せ相手になって、ヒューランシン、フラッシュフォワード、パワー、開け砲兵級の扉、アクエリアス、行くぞ、ペンタグラムソード。
悪いが全力で行かせてもらうぞ。アイスメイクフロア、カリューのキャッカー、燃えてきたぞ。カリューのゴーイ、カット、天輪の鎧、アクリストードだ。こんなんじゃ足りないわよ。レストア、ありがとう。ミーティア、ここまでやるなんて見事だわ。メルディ、マギルティセンス、いける？ええ、いつでも。見せてあげる。これが私たちの絆。ウルティア、あれを使わせてもらう。ちょっとジェラール、もうあとは任せたわ。どうなっても知らないわ。お前たちの力で
俺の魔法を止めてみせろ。神天体魔法セーマ、あれを食らったらまずい。継承を何としても止めるんだ。畜生、やるしかねえか。面白え、燃えてきた。覚悟しろ。これがお前たちの力か。ふん、本気になりゃこれくらい。よっしゃかっ、危なかった。ジェラールも無茶を。なかなかやるでしょ。上出来ね。私に教えられることはもうないわ。これなら心配なさそうだ。心置きなく大魔党演武に送り出すことができる。感謝する。ようやく7年の遅れを取り戻すことができた。大魔党演武じゃもっと強い奴らと戦えるんだろう。燃えてきた。大魔党演武の謎の魔力の件、何か分かったら後で報告して。競技の方も陰ながら応援してるから頑張ってちょうだい。本当は見に行きたいんだけどね。変装していく？やめておけ。それじゃまた会おう。
遅いよ、夏。悪い悪い。勝って戻ってくるぞ。はい、絶対優勝しましょう。フィオーレ1の座を取り戻す。賞金でギルドを立て直さなきゃね。出発！よし。よし。